26種類のクジラの仲間たちが確認されています。そのクジラたち、大きく2つのグループに分けることができます。口の中にヒゲ板を持つヒゲクジラと歯を持つハクジラ。ヒゲクジラは口の中のヒゲ板でオキアミや小魚をこし取って食べるのに対し、ハクジラは鋭い歯で獲物を捕まえ丸飲みにします。ここオフィシャル劇場のメンバーは全部口の中に鋭い歯を持つハクジラの仲間。皆さんの近くへやってきたオキゴンドウの場合、上下合わせて約40本、小柄なイルカたちでは100本から120本の歯が生えています。クジラの仲間たちは水中で生活をしていますが、私たち人間と同じ哺乳類、肺で呼吸をしています。呼吸をするための鼻は頭の上にあるんです。この鼻を使って1分間に3回から4回水面に浮上して呼吸をしています。またこのプールに暮らすこちらの仲間たちには体に緑のひれがあります。胸びれ、背びれ、尾びれ、体の両サイドについているのが胸びれです。このひれには私たちの手と同じように5本の指の骨が入っており、水中では方向転換やブレーキの役割を果たします。背中の真ん中にあるのが背びれ、そして3つあるひれの中で一番大きなひれがこの尾びれです。クジラの仲間たちは大きな尾びれを持たず強力な筋力を持っていること、また体の形はご覧の通り、水の抵抗を受けにくい理想的な流線形をしていること、これらにより水中を速いスピードで泳いだり高いジャンプをすることができるんです。魚の仲間は縦にした背尾びれを左右に振って泳ぎますが、クジラの仲間たちは横にした背尾びれを上下に振り動かすドルフィンキックによって進みます。それではここでオキゴンドウと共に実際に泳ぐスピードを見せてもらいましょう。皆さんは前方アクリル面にご注目ください。さらにメンバーの中で一番小柄なカマイルカでは瞬間的に最高時速50キロもの速さで泳ぐこともできるんです。先ほど頭の上にあるとご紹介しました、呼吸をするための鼻、この鼻からは鳴き声を出すこともできるんです。クジラの仲間たちは私たちと違い喉に声帯がなく、鼻の奥にあるひだを震わせることで音を作り出します。それではその鳴き声を聞いてみましょう。
7キロも食べています。
数が増えたりして。なんでダメなんだろう。Yeah.
third feed. It's 3:30 is the feeding. That's 2 hours from now. Yeah, I know. Damn, that dude is so huge. Look at him. You don't want to see what he can do.